ハインリヒ・クリストフ・コルベは、ドイツの画家である、肖像画を描きデュッセルドルフ美術アカデミーの教授を務めた、デュッセルドルフで生まれた、プファルツ選定工業会が、彫刻、建築アカデミーで、ヨハン・ペーター・ホン・ランガーに学んだ。フランス革命の後、デュッセルドルフは、戦場となり、美術アカデミーは、活動を停止した。コルベはランガーが設立した壁紙の会社で働き、 1901年に壁紙の会社がパリに移ると、パリに移り、10年間パリに滞在した。パリでは、フランスはアンドレ・バンさんに学んだ。1806年にパリでフランス人女性と結婚し、一人の娘と息子が、生まれたパリを訪れたロマン派の思想家、フリードリヒ・シュレーゲルのグループに加わり、シュレーゲルの雑誌のために働いた。新古典派の画家、 フランソワ・ジェラールのスタジオも訪れた。1811年の春に、デュッセルドルフに戻り、肖像画家として成功した。1818 18年から1820年の間、再びパリに滞在し、サロンドパリに出展した。1822年に、デュッセルドルフ美術アカデミーの教授に任じられたが、1826年に、新しく、 校長となったフリードリッヒ・ビルヘルム本社ウが宗教画に重点を置いたため対立することになり1831年に教授を辞めた。コルベの教えた学生にはアンドレアス・アヒエンバッハ、アルフレート・レーテル、ヨハン・フェルテン、ヨハン・ビルヘルム・シルマーラがいる。息子のエティエンヌも画家になったが若くして病没した。ありがとうございます。